てこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先見班はすでに全滅したとの外門が突破され、巨人が死ん、住民の避難が完了するまでウォールローゼを死守せよ。はっ。なんて今日なんだ。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足でまた。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。状況は、先見班はどうなっているんだ。アルミンとはまとまって行動した方がいいな。アルミンがはぐれちまったみたいだ。まずは合流しねえと。街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。救援要請だ。 しっかりしろ！訓練を思い出せ！しやがれ！狙い通りだ！俺はやれる！やってやる！駆逐してやる！ しやがれ！駆逐してやる！このでけえ害虫が！駆逐してやる！ガスが尽きたら大変だ。早めに補給しないと危険だよ。 俺はやれる！駆逐してやる！もっと待つかはすまない。我々も一緒に戦おう。チクショー！チクショー！ このでけえ害虫が駆逐してやる！どうだ！このでけえ害虫がやった！駆逐してやる！駆逐してやる！このでけえ害虫が！ しやがれ！駆逐してやる！奴らの好きにはさせねえ！駆逐してやる！やった！やった！ 救援要請だ。急いで行かねえと。このでけえ害虫が！誰か奴らに殺される！おい！ もたついてんじゃねえ！死ぬぞ！悪かった。俺たちも戦うぞ。縁談、あっちにはミーナたちがいるはずだ。温度のある方向だ。ミーナたちと合流してついでに補給も済ませよう。奴らをどうにかしねえと呼吸ができねえぞ。来やがれ。このでけえ害虫が、このでけえ害虫がやってやる。頼むよ。了解だ。やってやる。奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。悪いなアルミ。駆逐してやる。このでけえ害虫がやってやる。やってやる。このでけえ害虫がやった。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。救援要請か。あんなのに勝てるわけないよ。死にたくなければ戦うんだ。やった。ごめん、私たちも戦うよ。連弾を確認。あっちはトーマスが向かった方だよ。やってやる。来てくれたか。巨人がなだれ込んできてるんだ。仕方ねえ、俺たちで食い止めるぞ。やってやる。でけえ害虫が悪いなアルミ。頼んだぞ。分かった。駆逐してやる。駆逐してやる。俺はやれる。やがれ。頼んだぞ。類人にしては十分な戦果だよな。やってやる。頼んだぞ。分かった。駆逐してやる。やってやる。エレンに遅れは取らないぞ。やってやる。やった。やってやる。取った。このでけえ害虫がや者のお出ましか。気をつけるんだエレン。よし、近くにいた巨人を倒した。やった、作戦成功だな。押されてるの危なくない？時間がない、とにかく急ごう。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも気功した。何しやがる！待て、よきもとやめて、やめてください。なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。どうして僕の体は動かないんだ。死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから、俺は外の世界へ。He.なぜ俺たちを無視する？飛行士だ！考えても無駄だ！早い！精鋭の私たちが追いつけないなんてこのままじゃ！完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。アカンマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機構士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。俺たちの戦い方だ。中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。救援要請。サシャ、なぜここに？仲間とはぐれちゃったんです。助けてください。捕らえた。狙う。かっさばいてる。まだ。人たちを見失ってしまいまして。怪我はないならすぐに動く。蹴散らしてる。さばいてる。狙う。潰す。捕らえた。狙う。よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。狙う。俺たちも続こう。待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。かっさばいてやる。狙う。ごめんなさい、あれ蹴散らしてやる。狙う。ごめんなさい、あれ蹴散らして潰す。次、潰す。捕らえた。味方が苦戦している。行かないと。もう終わりだ。潰す。感謝する。潰す。 に呼びかけて本部に向かうよう去ろう。 周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。まだ、ごめんなさい、蹴散らしてやる。あれはかなりまずい状況だぞ。 邪魔しない。間に合わない。もう一押し。ミカサ、どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃ譲れ。ミカサ、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわあ！巨人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。あの巨人、なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれる。ならあの巨人についていけば。あの巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の巨人はなんだ、貴公子か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。潰す。そうだ、聞いてくれ。提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。分かったね。次、分かった。救援要請。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。2人は急いであの巨人を誘導してくれ。狙う。邪魔しない。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。援護してやりてえが、巨人と近すぎて攻撃はできねえか。助かったぜミカサ。エレンとアルミンは無事か。エレンはおっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。潰す。味方が苦戦している。行かないと。分かったぜ。潰す。生きられるのは勝者だけ。助かったぞアッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵が。わかった。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。応援団やばいってことだよな。邪魔しないで蹴散らしてやる。もう一人捕らえた。出してやったぜ。蹴散らして次。 巨人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。頼む。次。分かったぜ。狙う。巨人が。クリスタ、なぜここに？本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。分かった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。蹴散らして。救援要請か。助けに行かねえと。 兵器、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。 救援要請だ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。 このままじゃ壁上に引けねえ。くそ、巨人どもが邪魔しやがる。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。 訓練兵が。分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。ついてねえな。くそ。ごめんなさい。あれ、感謝する。蹴散らして。される。本部に入れる。ありゃ、なんだ。ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。おっ、なんだと。え？やった助けてもらうだと、そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。いいだろ、そんなこと。そうだ、まずは助かってからだ。ダメだ、巨人が多すぎる。あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。巨人と戦っている。あんな化け物味方なわけねえが。一斉に脱出するぞ。あいつはトーマスを食った機関士。どうする？俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと。おい、何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなことを。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あっ、これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかすは榴弾をぶち込む。率直に問う。貴様の正体は何だ？人か巨人か？質問の意味が分かりません。白を切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。やったか。なんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か？エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ。考えはもう一つある。無茶を言うがアルミンがもしここで中東兵団を説得できるというなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。あっ、エレン、ミカサ！私はトーリー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解きます。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。